ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、1に看病、2に薬。病気を治すのには、まず第一に行き届いた看病が大切で、薬はその次であるということ。例えば、風邪をひいたりした時なんかは食欲もなくなるし、お熱も出たりして辛いですよね。そんな時、一人でいたらお仕事や家事も休むわけにいかないし、心も不安になってきて、食欲もますますなくなってきちゃう。病は気からというけれど、そんな状況ではいいお薬を飲んでもなかなか治らないものです。やっぱり、栄養のあるものをしっかりととって、心も体もゆっくりと休むことができるように、周りの人たちの思いやりのあるサポートがとても大事。薬というのは、あくまでそれを手助けするものに過ぎないと言っています。病気の時は無理をしないで、みんなの力を借りて、しっかりと体を休めましょうね。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。In sickness, care first, and medicine second. 今日のチェックポイント。Sickness. 病気。状態を表すときには、前置詞、in を使う点に着目してね。care. 看病。世話。medicine. 薬。薬剤。病気なのに、お仕事頑張るんだ、という人もいれば、休むな、という鬼のような上司もいる。でも、仕事の効率も上がらないし、悪循環にはまっていくだけだよ。まずは、しっかりと治すこともお仕事の一つだと思って、しっかりと休養を取りましょうね。とにかく、健康第一。ということで、今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!